はい、ちゃんくん怖い顔からスタートでーす。逆光で真っ黒です。ちゃんくん怖い顔なの？ちゃんくん、これを少し開けてみます。はい、明るくなった。ちゃんくん、今日はね、天気はいいんだけど信用しちゃいけないらしいんだよね。どうする？まおいママさん、布団干したいって言うんだけど。ちょっと今日は諦めてしまっちゃったよ。ここ行くとさ、お花がいるんじゃないの？お花いた。お花いました。はい、いっぱい咲いてます。上まで咲いてる。おお、いっぱい咲いてる。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。 下の方にもなんかあったね。下にもいるね。下もいっぱい咲いてる。くん、お花お似合い。いいね。今日はでも気温は30度ぐらいまでしか上がらないということなので、過ごしやすいかな。ジャックもポンちゃんも荷物部屋の方行っちゃうかもしれないね。もう向こう日が入り始めてるよね。うん、そろそろね。でもちょっとあの押し入れに、うん、あの布団入れたので、仕入れを少し開けてるので。乾燥機かけたいので、ね、乾燥機までは、あのね、乾燥機ずっとかけてたんだけど、うん、もうなんか40何パーセントとかでさ、低いから止めて、うん、窓を開けてもあんまり、うん、ジメジメしてないから、うん、とりあえず窓開けてお尻も開けてます。だそうですよ。ちゃんくん、日向ぼっこしたいときはこっちもまあまあ、うん、あのなんていうの、反射光がね来てるけど、向こうの方がいいかもよ。まあちょっとしたらね、あの押し入れ閉めたら向こう行ってもいいからね。だそうです。押し入れ入っちゃうからね、この人たちね。あとで日向ぼっこしてたら取りに行こう、うん、生配信の時によくいるんだよな、あっちにね。そうだね。ということで、ポンちゃんは後ろで寝てるしね。ジャン君、朝のジャン君でした。そして珍しく朝から寝ているポンちゃんです。ポンちゃんも多分向こうの部屋にこの後行くでしょう。うん、夜中暴れてたけどね。そうか、だから眠いのか。ポンちゃんもジャン君も走ってたです。ねポンちゃん、いい夢見てますか？うん、でも朝方ね、にゃんにゃん言いながら足元来て寝てた。うん、足元じゃないか。じゃあ後で日向ぼっこに行っといで、うん、はい、ジャン君、今は3時ちょっと前ですね、生配信を終えてシャワーを浴びてきました、クロケンおじさん。そしてこれから髪を切りに行くところですが、ジャン君はまた外を見ています。さっきちょっと雨降ったんだよね、うん、ジャン君面白いですか？じゃあ雨やんだ。どうだろう、俺の目にはさっきも降っているのは分からなかった。もう少しなんか斜めにね、降ってる線みたいなのが見えたの。降ってるようには見えない。さっきもだったけど、ということです。今降ってないかも。ジャン君、久しぶりにクロケンパパのパンツを短パンだけどね、短パン乗っかってます。そんなんが好きなんですね、うん、ということで、クロケンパパは今しがた髪の毛切ってきました。ご報告、せーの、はい、こんなんかな。私が目に映っちゃったかな、さっき、うん、そこは後でカットしましょう。はい、はい、普通でしたね。後ろは、うん、まあ刈り上げは刈り上げ、ね、通なんとか、通ブロックね。普通の言葉だったね、うん、ポンちゃん、はい、ポンちゃんも、はい、はい、返事がいいね。でもポンちゃんはずっとキャリーの中で寝ててね、さっきやっと出てきたのね。ポンちゃん、ポンちゃん、はい、